はい、NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党略称 NHK 党党首立花隆が NHK をぺっこわーすということで、今日から9月です。2021年令和3年9月1日13時52分です。今日は YouTube 4ほどトントントンと撮っていく予定なんですが、まずはお知らせです。まあ、思い切り営業なんですけども、諸派闘構想という本を出版いたしました。まあね、このように堀江門こと堀江さんの帯をつけてもらっててですね、綿密に計算されたピエロ立花隆を見逃すなというね、タイトルまでいただきまして、まあ堀江政経塾で堀江さんとちょっと話をしている中で、まあ、堀江さんに立花さんちょっと本書いた方がいいですよと、もうお会いした時からもう1年前からずっと言われ続けてたんで、まあちょっと本をね、したためてみました。で、この本の出版記念をですね、大阪になりますが来週9月の8日水曜日18時スタートで、観覧前売り1800円、当日2300円、オープンは17時から、会場というかスタートは18時ということになっています。現場だけじゃなくて配信のチケットもありますので、この場所ラテラル、大阪の梅田のラテラルさんなんで、ここをちょっと下に説明欄に貼っておきますので、まあ、よかったらサインをしたり写真を撮ったりということで皆さんと、まあ触れ合いたいなと思っております。何人ぐらい入れるのかちょっと分かります。そんな多分大きなとこじゃないと思うので、まあしかもね、そこまでたくさんの方がお越しいただけるとは私も思っていませんので、ぜひ、お越しいただければゆっくりと一人一人お話する時間、ご質問いただく時間も取れると思いますので、ぜひね、お越しいただきたいと思います。まあ我々は政権を奉仕するというようなタイトル、サブタイトル入ってますが、まあ、僕の NHK、まあ、生い立ちから、まあ、NHK のこと、そしてまあ、もう小学校の、ね、社会科のようなちょっと単純なところ、分かりやすいというかね、もうっていうところと、最後はまあ諸派闘構想のことについて、書かせていただいております。で、まあどうだろうな、まあ、この YouTube を見てる人は当然私の支援者が圧倒的に多いと思いますから、来て、特にね、もう選挙がこの9月の8日ということであれば、もう告示の1ヶ月を切った、告示前1ヶ月という状況なので、ぜひともね、選挙立候補したいなという方も含めて、まあ、お越しいただければと思います。ちょっと短めですが以上です。NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党略称 NHK 党党首立花隆が NHK をぺっこわー。